いつの日か勇士の兄ちゃんみたいに。あとのことは。オイラたち、稲妻に来てもうだいぶ時間が経ったと思わないか？今まで本当にいろんなことがあったよな。それにオイラたちの旅って、お、おい、なんでオイラたちを攻撃するんだよ。うん、話を聞くつもりはなさそうだ。とりあえず落ち着かせよう。いざ、ショー！神の目を持っていないのか。どうやら人違いだった。おい、こんなことも言おう。探してるのが誰だろうと。楓原和葉という者に会った。お前と同じように片手剣を扱う。聞いたとこ、お前には関係ない。まあいい。なんだあいつ、変な刀を振り回すし、あんなやつにカズハの情報を渡すもんかだろう。まあでも万が一に備えて。ん、なんだ、因縁。あいつがカズハと知り合いだって。確かにそうかも。とりあえずカズハが危ない目。最近南十字船隊が離島で貨物を補充してる。なんだ、お前たちもカズハを探しに来たのか。今回俺、以前のナズチの浜の船体の中でのカズハは、少しは聞いてるぜ。それってすごいのか。それならわか、あいつはさっき天領奉行の、最初はあいつ。少し前だったらまず考えられないな。ありがとな。じゃあオイラたち。おや、お主であったか。やあ君たちか。ちょうど先ほどメガリレーの廃止について話して、今回楓原殿に来ていただいたのは、幕府側のこれだけ情勢が明るくなったのも、君たち過去に積み重ねてきた矛盾や対立を正すために。将軍様も様々な方面、三奉行の間では楓原家に関することは君も少しは知っているだろう。簡単に説明すると、過去の稲妻には将軍さ、しかしある時一部の投稿が裏、でも後にこの事件の背後にはファリュイという黒幕が。そして楓原殿は、ま、でも投稿一族がまたファリュイから迫害を受けてしまう可能性。いや、
こちらこそ将軍様と。しかし、ただそれは考えすぎだ。名誉が元通りになれば将軍様の庇護と幕府の指示のもと、拙者は長きにわたって。しかし拙者の先祖たちは。その感じだと、ただこれに同意し。噂と中傷？ここに来る途中、一部の人にとって無双の人たちは無敵の存在なんだ。あの時楓原殿が。え？でも。ああ、でも彼ら。このような噂は他にも多々ある。こうして世論の中心に置く。だが、もし幕府が拙者を支持してくれるのなら、この波。だから前向きに考えて。うむ、少し考え。この件に関する話し合いはひとまず置いておこう。それで二人はどうして。なあ、大事なこと。そのような危険人物が拙者を探している。いや、いないでござる。拙者の武器は家の者から教わったもので、元は刀試し。それがやがて一族の指導術。これは実用的な戦場武器とは。しだったら気をつけた方がいいと。ふむ、かように攻撃。だったらすぐに人を手配して調査し。よろしく頼む。拙者もこの件には興味がある。それに拙者はまず彼らと。わかった、くれぐれも安全には気をつけてくれ。では参ろう。その襲撃者を探してござるよ。城内の情報なら探偵所が何か知ってるはずだよな。リュウジに聞。この方が楓原さんなのですね。そうかしこまらずともよい。と言いますと、あなたに関する楓原さんは今や稲妻で飛ぶ。正直ここ最近中には何百万もらっ。何百万？拙者のことを考えてくれた。当然のことです。すみません、話がそれてし。ですが襲撃事件では拙者とは関係なし。実を言うと天領。確かに巷で起きていること全てが約。もしも本当にそのような襲撃をし。確かにその党じゃどうするんだよ。もう。しかしお主らを襲撃した者が。無論それが初めての犯行であった可能性もあるが、お主の実力はし。もし拙者のせいで誰かが。それに被害者にとっては。心配するな。さすがは楓原さん、過分なお言葉でござるよ。ご健さんは。あ、そうだ、最近起きた。念のため、やはり。うむ、近頃城内で二人の。そのうちの一人が雨の間な。ええ、彼は雨の間鍛冶屋の店主。二人の大人。この件を思い出したのは雨の間。ふむ、承知した。しかし可能性は低いであろう。何せ拙者はそのものを知らぬ。そうだな。うむ、かたじけない龍二殿。はい。楓原和葉じゃないか。え？うむ、楓原と雨の間は両家。稲妻に戻ってきた後。うむ、雷電五花伝のことは。元は同じ刀の鍛造技術。例えば雨の間派手な秘技などはなく。そして楓原家の流派は。いかにもそのようにして期待。ああ、普通の方。お前は間違いなく最も適した使い手じゃろう。そんなことはござらぬ。ふむ、拙者たちが今を。ああ、そのあいつは失踪するま。だがこうなってしまった。聞いた話によると。ああ、その後あいつは長門の。ああ、おかしいと思うじゃろう。
ふむ、彼はど…多分大層な武具じゃろう。あんな風にあいつは小さい頃か刀を振り武器…実は少々今ある手がかりからすると。何？いや、ありえん。あいつは謙虚で心優し…ふむ、ああこれだけは…つまただ。もしかすると、にかくご安心を。尽力いたすでござるよ。どうやら天の間優也はオイラたちを襲ったやつじゃなさそうだ。うむ、話を聞いたところ二人があった。これから申し訳ございません。今はまだ夫もどこか行ってしまい、今どうにか探そうとしている。誤解でござる。拙者たちは調査のために参った次第。長門殿の失踪状況について話…そうだったのですか。てっきりまたお恥ずかしいところをお見せしてしまい申し訳ございません。現在何か夫…すまぬが消息はつかめておらぬ。ぶしつけなことを伺うが、家の普通の収蔵家ならお金には困ってないはずだよな。ええ、話すと長くなってしまうの。いつも嬉しそうに収蔵品を席を入れたばかりの頃は全て順調にいって。何があったんだ。夫はだんだんと制御が効かなくなり、収蔵品をどんどん買い漁っては借金をするようにな。特に刀に夢中になってからは出費がとどまることを知らず、ひどく売ることもせず、人にも触らせず、ただ座り夫の趣味を理解した上で。ですのであの日ひどいこと。それで言い争いになった。いえ、夫は普段から口数が少なく自分の意見もあまり言わないので。私といたしましてもよほどのことがない限り離婚をちらっ。ただ私がそれを口にした後、その時の声がとても弱々しく本当にかわいそうで、私も許してしまいそうになったのですが、私がここで折れたらこの家はダメにな。私が甘やかさなければ我が家はこんな状況にならなかったでし。ただ彼が本当に。その後家のそ…なるほど、優也殿は長門殿から刀を買おうとして。最初は値段につい。夫は口数の少ない人です。普段買い物をする時だって値切りの…もしかして。それは分かりません。倉庫が燃えて、もしかしたら収蔵品が燃えてしまったことで。確かに私も怒ってはいます。ですが夫が改心さえしてくれれば。慌てることはないでござる。も収蔵品が…しかしもう一方の手がかり…ふむ、錯綜どころか。場所を変えて整理してみよう。ご安心くだされ。はい、本当に。今ある情報では曖昧な推理しかできぬな。そして長門家の倉庫の火事はその原因とも。この件についてお主らは…そうだな。いや、オイラはまだ頭を休ませておきたいから、ここはお前に任せるぜ。うむ、拙者も同意見でござ。何しろ今ある情報、大方拙者たちがまだ見つけ、それにとりわけ重要な情報、火事の後に行方をくらます動機を持っている。考えれば考えるほど妙でござるな。うむ、時期、それに優也殿には襲撃者として最も肝心な特徴。同じところに行き着く。ふむ、せっかくここまで介入したのでござる。もし解決できれば天沼東郷殿も長門殿の夫人も。じゃあ次はどうする。まずは燃えた。待った、
風の中から。あ、またお前にしか聞こえないよ。よくわかんないけど、前に神の目を。うむ。だが今回は音だけではない。でも近くには何。すでに遠くへ去ったようでござる。しかし、ふむ、これは古くより稲妻に存在するたたり神の残骸か。しかしこの邪推なる力は警戒を怠らず。地下倉庫だったのか。下の方から聞こえるで。たたり神の力の源は亡くなってからこの濃さから見て、たたり神はかつて確かな、おそらくその時の彼は拙者が思うに、ただ多くの場合長門殿にはもともと収蔵の趣味があった。じゃあこれからどうするんだ。お主らは下がっているでござる。拙者がとこの扉を開けなければ。し、何。これは一体埋もれていて何も見えぬ。火事によって倒壊し、地下倉庫全体が埋まってしまったのでござろう。おいら、てこうなっては、このもし二人の一般人がたたり神の力と関わっていたら、おそらく無事では済まぬ。うむ、毎注意深く感。この場所から気配が2つに分かれているでござる。大元のたたり神の力は引き続き遠くへと流れているが、一部はここに残って可能性は高い。あそこにヒルチャールがいっぱいいるぞ。しかもなんだか変な感じだ。何かに引き寄せられて。調べてみるでござる。判決を下す。これは、うわ、なんだよこの赤いの。ボロボロの服の上に書かれた。てとにかく、ふむ、この手紙によると、ゆうや殿は長門殿の、ゆうや殿は倉庫に火を放ち、長門殿を切って。でもここ彼は致命。周囲の痕跡も全てヒルチャールに荒らされ、これ以上探すのは不可能でござる。うむ、もしも優也殿。そうだな、早く行こう。大方武を習う者にとちぐはぐになっていた手がかりが。拙者に一つ思うところがある。もう分かったのか。うむ、引き続き彼の行く。彼は長いことここに。ここに？わからぬ。隠れておらず。ようやく現れたか、楓原和葉。やっぱりこの前の。お前何。もしも雨の間優也であれば拙者と。だがもし拙者たちが前にしている相手の正体が雨の間優也ではなく、彼の手中にあるか。あの刀、確かに不気味な光を放ってる。え、嘘だろ。たたり神の力はほとんどの場合物体。奴は長門殿の倉庫に長くいたことで彼に影響を与えた。いや、優也殿の体を。察しがいいな。遥か昔、俺は一神殿の名だ。楓原家の末裔で雷殿五花殿と関係があるのでござるな。
奴は雷電将軍の期待に応えられず、あいつは名を馳せた投降で、事実奴は確かにやり遂げた。俺に最強の力をもたらしただけでなく、傲慢なる雷電将軍は比類なき浸透だけでなく、刀に意志があるだけじゃなくて人まで。当時の人たちは俺にそのような力があるとは知っ、俺を鍛造した者が死んだ後、俺が求めるのはただ一つ、雷電将軍の刀と対峙し、俺の力、一神殿の。つまり優也殿は一人目ではなかったのでござる。お主に制御された者はどうなった。そんなことを疲れて傷を負っ、ひどすぎるぞ。稲妻に戻り、ずっとあの長渡港の旅はついに終点を迎える。楓原和葉、さあ。逃げ道は剣女盤石、天道盤勝。火炎よ、燃やし尽くせ。ここより弱滅の時。邪魔するな。もう負けてるのにまだそんな強気でいられるのかよ。負けだと？俺に負けなどない。これはお前らがここで俺に勝っても倒れるのはこいつは甲斐の利く操り人形に過ぎん。無駄だ。お前が行動、それにたとどんな形である。お主の使う技確かだが、お主の立ち姿、そんなこと以前も申したが、一神殿という技はもしも今、おそらくその狂乱は、お前がいなければ奴は死ぬ前に。そんなを。それは拙者はずっと疑問に思っていた。お主の内心世界を見て。長き歳月を経た。あ、そっか、思い出したぞ。確か長門は収蔵品。そして今回。だったらなんだ。答えは拙者がまだ。お主は何としても鍛造者のとっくに自身の限界だが、拙者から見れば。お前に何がわかる。俺はそのお主が稲妻に戻ってきたのは、一神殿が天下無双であることを知った。とえお主が天候を切り裂こうと、それは鍛造。お前、お主が一神殿の王妃を受け継いでいようとも、旅の途中で使い手をと神剣一体に。黙れ。意欲屈の。俺は必ず目的を成し遂げ、俺の苦境を見抜いた。そ現実を直視すべきでござるよ。簡単に言ってくれる。俺を邪魔する者は必要ない。ためらいも自制も、このまま争っていても。らまだ分かってくれぬか。今のお主が将軍様に。おい、まさかそいつの言いなり。いいだろう、それを片付け。だがもしお主が負けたら、おとなしく言うや。いいだろう。そんなのダメだ、カズハ。これは言うや殿を救う妖刀の力、たたり神の力は。でももし本当に危険、罪のない被害者を救えるのなら、拙者はこのような。俺はそこまで卑劣ではない。受け取る。少しめまいがするが、まだ想定の範疇でござる。うむ、承知したで。これからどうするんだ。敵を探そう。この刀は様々な先進バンクを重ね、一心状態に入らなければ、こやつが現実を認めるのであれば。そういえば冒険者協会で前に高塚酒が使ってた秘密基地があるだろう。うむ、よかろう。ユウヤはどうするんだよ。刀が言うには、ユウヤ殿には拙者たちの牛。本当に大丈夫か。
行こう。道中は拙者に任せるでござる。風の行く先をよっ、そこだ。いざ、ほれ。はっ、風を知れ。それ、そこだ。困るよ、ハニコ。ダメだった。命を捨てに来た。そこだ。雲なく、仮なく時、風の行く先を。それ、そこだ。行こう。ふっ、ふっ、ここまで。風を知れ。やはりここまでだった。体の様子はどう？問題ないでござるよ。こやつはまだ歯を食いしばり強がっているようだが、そう長くは続かぬだろう。ふむ、まだ何か気になる。不思議なことに、こやつに拙者を支配する気はなく、拙者の立ち回りに合わせ引き続き。いざ、命を捨てに来たか。風の赴くままに。はっ、そこだ。しっ、よっ、はっ、やよんばっつ。風を知れ。そこだ。おれ、やはりここまでだった。はっ、命を捨てに来たか。風の赴くままに。風の歌、雲の行くごと、風の行く先を。うわ、刀の様子が変だぞ。こやつの力が衰えていくの、もう長くは持たぬで。そうなったら優也も。うむ、まだくじけぬか。いざ、風の赴くままに。雲なく、仮なく時。はっ、それ、ふっ、いざ、ほれ、そこだ。はっ、勝ちだ。大丈夫か？うむ、こやつも光がまた弱くなったぞ。おそらくこれでこやつの本当の姿？本当にさっきの刀と同じものなのか？お主の状態では将軍様に挑むどころか、たとえ鍛え上げられた時は天候に匹敵するほどの力があったと、もう言うまでもないが、お主の願いはただの独りよが。賭けをする時に言ったお主の知りたいこと。お主は拙者と共に、ただ残念ながらお主を理解できる唯一のもの。え、いたぞ、やつだ、やっちまえ。うわ、まだいたのか。そうだな、ここ構わない、拙者は自分。それに今回は大物が連れてるようだ。はっ、はっ、やっ、ふっ、おれ、風の行く先を。はっ、はっ、はっ、これ、はっ、はっ、せい、そこだ。お道は散らまく惜しみ、風を知れ。やっぱり使い慣れた武器の方が安心だな。さすがは楓原家の末裔。ほんの短い戦いの合間に刀を通して俺の心を見、旅の途中俺のことを知る者はいなかったし、俺はあの時こう思っていた。しかしそれも失敗に終わった。はあ、
どんなにあがこうとも、長い歳月が経ったことで、さすがは。実は、この刀はリーウェイを旅していた時に、敵…なんだと？鍛造や手入れも刀にとって重要であるが、この刀は、長いこと拙者に付き添ってきた武器と刀、信念と心。お主に伝えなければならぬことがある。それは古より伝わる邪悪なる残骸。戦いの最中、俺も気づいてはいた。だが止めることができ、拙者は優也殿を救うため、お主については、旅立ちの時点でこのことこそ俺の命、俺の奴の願いを断る。だから俺は言ったんだ。安心し、あいつに。どうやらすでに答えが出…カズハ、どこに行くんだ？あやつにはもう害をなす力も思いもない。じっくりと考える時間を。拙者が初めてあの刀の柄に触れた瞬間、そこには静かに鍛え上げられたばかりの刀は…それって…刀に宿っ…うむ、あの刀工はスネージナヤでこと…彼は恨みを晴らすためではなく、償いのた…ファデュイに騙されたことを深く悔やみ、二度と故郷の土を踏むこともできなかった。彼は意志を持ったあの…ただ彼らが…か…そうだったのか…けど…その刀工の考えが…たた…うむ、刀工は…あの刀は…すでに許されざるつ…全部遅すぎたってこと。そう、時間はあやつの周知…あやつも落ち着いた頃で…思い返してみると、俺は意志を授けられた恩と、だが嫌味と血は、俺は奴の願いを叶える。やっと約束通り、今は。しかし俺だからお前に頼みたい。おい、調子に乗るなよ。なんで俺、それから奴、俺の刀身と知識は、なんだか態度がやわとうするんだ。カズハ、言ってみるでござるよ。ああ、だがあいつがビッターから、今まで俺の戦いにはお前は素晴らしい刀。相手は雨の間優也を解放した後、こいつもきっと俺に恨みを抱いている。承知した。なるほど、彼は僕の体を使って人を傷つけたのか。もちろん彼のやったことは忌むべき行為だ。でも僕を解放するという約束を守ったのなら、彼にはまだ永熟の観念が残っていると。もし戦うことでこの騒動が収まるのなら、僕もただの被害者にはなりたくない。安心しろ、オイラたちがお前の…ありがとう、君たちの助けが…うむ、ここだと浪人が襲って…それに最後の決…なんだか南十字舞踏会の時みたいだな。ああ、でも油断…まああいつのしたことは許されないけど、準備はできたか？準備は良いか？うむ、一神殿後継者楓原和葉、雨の間流後継者雨の間優也、いざ尋常…いざ尋常に勝負。前へ、はっ、そこだ。いざた、風の赴くままに。よっ、ほれ、
風の行く先を。はっふっはっはっしよっふっと風を知れ。そこだふっふっそこだふっよっ風の行く先を。やっふっ雲なく借りなく時。ふっふっ風を知れ。ほれよっはっやっはっふっはっ学ばせてもらった。その刀は傷だらけだというのに、君が手にした途端また少し輝きを取り戻したようだ。害意はもう感じられないものの、その執念に変わりは全くない。実に素晴らしい戦いであった。後のことはお主が直接。これまでの件について僕に許しを請う必要はない。僕もまた被害もう何もかも。ああ許してくれとは言い、俺は道を踏み外してしまったが、意思どうか。ああ僕も楓原さんがうまいこと後処理。感謝する。雨の、もう一つ願いがあるとこの刀は言っておった。共に来てはくれぬか。そこで何をする。それは拙者にもわからぬ。おお、ゆうや、やっと帰ってきたか。すみません、ご心配をおかけしました。この者たちのおかげで。一神殿の残した名刀が人の心、はあ、彼らが抱く刀じゃが、良い知らせも。本当か。ああ、重傷を負ってはいたが、ゆうやも帰ってきた。お主の考えていることは。どうしたんだカズハ。うむ、こやつは少しの間拙者のか。うえ、そんなのダメだぞ。こやつが言うには、投降の願いを叶える。拙者はこやつの要求に従う。そんな、かたじけない。準備はできた。さあ始めよう。俺の力はもう残りわずかだ。奴を失った俺は朽ちる運命にある。だが俺が未来を手放し、今に全てを凝集すれば、この身を打ち直せる。全て、まさか。俺という全ての意志の代償にだ。研究材料になるはずだ。伝承が途絶えなければ栄光は戻ってくる。たとえ雷電将軍に力を証明するのが俺でなくと、それが一神殿に由来し楓原家の手によるものであれば、奴の願いも叶うだろう。感謝する、楓原家の末裔よ。時が経ち、今やマナを知る者はいない。その名に触れるのが恥と知りながら、一度も忘れはしなかった。顔つるべ一心、この名はお前に預けよう。うむ、安らかに眠るがよい。順序ってこういう意味だったんだな。投降の願いを叶えた後、カゴ鶴瓶一心。
初めてあやつの名を聞いたで。どうやらあやつも内心では意志が消え去る最後の瞬間、本当に投稿の強き願いは、あやつを拙者としては罪人を罰するよりも、あやつが道を踏み外したこと重々承知しているでござる。あやつが天候に立ち向かうと聞いた時も、そしてお主がゆるこれほどたくさんのことを、カズハ、これからもお主らを支えていこうと思う。そういえば九条かまじに、うむ、こそれにちょうど、君たち、事件は解決したと聞いたよ。天領奉行衆はすでにあの危険な倉庫の処理を。おお、お前って。ではこの事件について多く語る必要はないでござるな。ならばこの間の件について。これは籠鶴瓶一心、すでに失われた楓原家の鍛造術によって鍛え、こたびの偶然の開口により拙者はゆえに今後も引き続き各地を放浪し。そうか、分かった。楓原家は刀鍛冶の家系であった。この先もそれだけではない。仮にお主の行為を受け入れれば、いや誤解だ、決してそのような考えは。分かっているでござる。そうか、分かった。今回の話でも、もし考えが。ああ、これからどこを旅するんだ。ふむ、とりあえずは姉君と一緒に後悔するでござるよ。次の目的地については風向きに任せるでござる。